みどりさんから手紙かい？親友なら喜びもひとしおだろう。はい。ただみどりさん、相手の方の故郷の九州へ行くそうなのです。九州に行ったら二度と会えなくなるかもしれないから、最後に二人で会いたいと。会ってくればいいじゃないか。えっ、なんだね。何、子供じゃないんだから一日二日くらい一人でも平気だよ。君が来る前、この家に一週間は一人でいたんだぞ。玉彦様、私たちに赤ちゃんができた時もお参りに来ましょうね。ん？ちょっと待っているように。参ります。どうです、おかしくないですか？袴は久しぶりなので。おかしいもんか、見違えたとも。とてもかわ、玉彦様。で、何してるんだこんな公衆の面前で。すみません、ゆずきさん。みどりさん。ゆずきさんは玉彦さんに大事にしてもらってる？あ、はい、そうだ、これ玉彦様からです。嬉しいわ。お優しいのね、玉彦さんって。優しいんです。それにとっても誠実で。こちらに住んでいらっしゃるのですか？ちなみに彼は今夜は会社に泊まりだそうだから、気兼ねしないでね。ご厄介になります。はーい、牛肉のシチューです。やだ、相変わらず美味しい。ゆずきさんはまだ結婚しないの？今は結婚できないって玉彦様が。え、でもそれだと子供が産めない。そうよ、子供欲しいでしょ？欲しいです、たくさんたくさん。未熟無情。